宇宙政策を打ち出して急ピッチに軍備を整えているオーストラリア。今回ついに潜水艦自国建造計画決着かについて詳しく見ていきますね。このオーストラリア潜水艦自国建造計画はもう時間がだいぶかかっていますね。台湾の方が遅かったのに抜かれている状況です。急いで建造、自国の海域に展開しないと中国潜水艦が潜んでいるかも。近年のオーストラリアの軍事上の最大の話題といえば、やはりフランスのネーバルグループと本当にアタック級潜水艦計画調達を進められるのかというのが大きなウェイトを占めている。オーストラリア海軍では現在はコリンズ級潜水艦を6隻保有運用しているが、これはスウェーデン製のメステルイエトランド級潜水艦を土台に大型化された艦で、1996年に一番艦が就役した。コリンズ級潜水艦は水上排水量約3050トン、水中排水量約3350トン、長さ 77.8 メートル、全幅 7.8 メートルの大きさで、日本と同様に原子力推進の採用は困難なため通常動力型だ。オーストラリア政府は、このコリンズ級潜水艦の代替として、2016年にフランス湾を採用、ネーバルグループによる本国では、シュフラン級と呼称される艦を通常動力型に変更する仕様とした。シュフラン級は、フランス本国でも、現行のリュビ級を代替するために計画された原子力推進型の潜水艦だったが、もともとのこちらも開発が遅延しており、2021年現在収益のめどは見えていない。そのため、本家シュフラン級の開発遅延も、アタック級に当然影響を及ぼすものとなっており、そもそも原子力推進型を通常動力型に変更するという大幅な仕様変更に無理があると見る向きも多い。しかし、最もアタック級潜水艦計画で問題となっているのは、その建造費用の高騰についてであり、12隻で500億オーストラリアドル、約4兆2500億円とされていた金額が、900億オーストラリアドル、約7兆6500億円にも上るとも言われている。当初予定でも、これは1隻約3500億円以上、現状では6300億円以上に相当するとみられ、このまま進めば、世界一高額な通常動力型潜水艦になることは、まず間違いないものと考えられている。静止、これは、アタック級潜水艦計画において、その艦隊の建造をオーストラリア国内で行い、自国の雇用政策にも利用しようとした政治判断が招いた事態とも言われ、フランスだけの責任とは言い切れない。また、900億オーストラリアドル、約7兆6500億円との予測は、オーストラリア政府やフランス側から公表された確定的なものではなく、地元オーストラリアのメディアを中心とした推測値であり確定ではない。さらに、アタック級12隻すべての建造が完了するには着手してから30年はかかるとの時間的な問題も批判の対象となっており、それだけ時間を要せば、完全に艦自体の性能の陳腐化が回避できないと指摘されている。そうした状況下にあるため、オーストラリアのアタック級潜水艦計画には、さらなる代替計画の存在が囁かれるようになっており、ドイツの214-216型に改めるのではないかとの憶測も流れた。こちらも、メディアの指摘にとどまる状態ではあるようだが、それ以外にも、現行のコリンズ級潜水艦の大幅な近代化改修実施による延命案や、
スウェーデン製の A26 型を大型化した案等が囁かれている。変わった案としては、地元アーストラリアのシンクタンクが唱えている、アメリカ海軍が開発中の遠隔操作型の大型無人潜水機である、オルカを補完的に導入してはどうかとの意見も存在する。オルカは、アメリカ海軍が、ボーイング社と開発を進めている遠隔操作型の大型無人潜水機とされ、来年2022年までには、5機を、およそ1機あたり、58億円ほどのコストで調達見込みと言われている。こうした費用的な面や省人化の点を勘案すれば、非常に魅力的にオルカの存在は感じてしまうが、アメリカ海軍ですらまだ5隻で様子を見ようとしているのを考えれば、即戦力化は困難だろう。現実に少しアタック級潜水艦計画について動きがあったのは、この2021年6月2日のことで、オーストラリアの現、モリアーティ国防大臣が、不測の事態に備えて、別案の検討も行っていると示唆したことだ。モリアーティ国防大臣の発言は、公式な議会で行われたものだが、あくまで、アタック級潜水艦計画を、継続を前提としていることに変化はなく、直ちに何らかの具体的アクションに移ることはないだろう。今年2021年3月には、オーストラリア政府とフランスのネーバルグループは、アタック級潜水艦計画のコストの約6割相当を、オーストリア国内での投資に向けた合意を発表しているからだ。政治的には、オーストラリアのモリソン首相が、この6月11日のイギリスでの G7 会議に出席した後、フランスのマクロン大統領直接の会談を行い、より具体的なアタック級潜水艦計画の方針が決まるとみられる。このため、いずれにせよ、モリソン首相とマクロン大統領の会談が、今後の方向性を決定すると思われており、これが不調な場合、噂されている数々の案かもしくは、別案も具体化する可能性はありそうだ。